教えてアロマ。皆さんこんにちは。教えてアラトンさん、放送も第3回目を迎えました。皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。本日は公明党について皆様と一緒に学んでいきたいと思います。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。それでは公明党の実績および政策について本日はアラトンさんに教えていただきたいと思います。まず1つ目が国民生活を守り抜く公明党の実績についてです。その1、物価高対策。その2、子育て応援トータルプラン。本日はこの2点についてお話ししていただきます。まずは物価高対策についてお願いいたします。はい、世界で記録的な物価高が続いており、コロナ禍による供給網の混乱に加え、ウクライナ危機に伴う資源やエネルギー価格の高騰が主な要因です。日本でも国民生活を直撃し、対策が早急に必要です。公明党は全国3000以上の国会地方議員のネットワークを生かし、負担軽減策を講じていきます。はじめに電気代です。エネルギー高騰に苦しむ家計や企業の負担軽減のため、今年1月から9月まで一般家庭では電気料金の約2割に相当する1キロワットル当たり7円を支援、高圧契約の企業には 3.5 円を支援します。負担軽減を実感できる対策にと訴えた結果、使用量に応じた値引きとなり、毎月の明細書などで確認できることになりました。次に都市ガスです。公明党の粘り強い主張で決定したガス料金の支援については、都市ガスが1立方メートル当たり30円の値引き、 LP ガスにも負担軽減策を実施します。そしてガソリン、灯油です。ガソリン、灯油などの燃料油は引き続き石油元売り業者への補助金により価格を抑え、1リットル当たり170円程度に抑制していきます。おさらいしていきますと、電気代が1キロワット時当たりで7円を補助で月2800円程度軽減、都市ガスが1立方メートル当たり30円を補助で月900円程度軽減、ガソリン、灯油代が1リットル当たりの補助額を調整しながらガソリン1リットル当たり170円程度に抑制、これらを合わせると一般的な家庭では4万5000円ほど負担軽減となります。この他にも食料品の値上げが相次いでいることから、その値上げの要因となっている肥料や飼料、燃油等への補助を行い、農林漁業者を支援していきます。また今年の春以降、各電力業者の料金値上げの動きもあり、予断を許さない状況です。そこで今後のエネルギー価格の動向も視野に入れ、必要に応じて予備費の活用を含めた機動的な対策を政府に求めてまいります。エネルギー価格の高騰や食料品の値上げは私たちの生活に直接関わることなので、こういった支援があると心強いですね。次に子育て応援トータルプランについてお願いします。公明党は昨年の11月に結婚、妊娠、出産、幼児教育から大学など高等教育までの支援を段階的に充実する子育て応援トータルプランを発表しました。そして昨年の第2次補正予算や2023年度予算にトータルプランで掲げた施策の一部が実現することとなりました。はじめに出産子育て応援交付金です。これまで支援が十分でなかった妊娠期から2歳児までの支援を早急に充実するため、今年度の第2次補正予算により妊娠時からの伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う出産子育て応援交付金を創設します。伴走型相談支援では全ての妊産婦を対象に、妊娠期から出産育児期まで一貫して寄り添い、相談を通じてニーズに即した支援につなげます。経済的支援では去年4月以降に生まれた子どもが対象で、妊娠届、出産届の提出時に各5万円相当、合計10万円相当を給付し、出産育児関連用品購入や子育て支援サービス等の経済的負担を軽減します。次に出産育児一時金の増額です。現在42万円の出産育児一時金は平均的な費用を全て賄えるように、
2023年度から50万円に増額します。またあらかじめ費用やサービスを踏まえて医療機関等を選択できる環境を整備するため、出産費用に関する情報を見える化していきます。子育て支援対策は様々な意見がアンケートでも上がっておりましたが、実際にこのような支援が少子化対策にもつながっていきますよね。国民の声を実現してくれる公明党の政策に今後も期待しております。ここまで荒藤さんにたくさんのことを教えていただきました。ありがとうございました。そして本日3回目をもちまして一旦配信は終了となります。ありがとうございました。このように配信をご覧いただきとても嬉しく思います。これからも皆様のお力となれるように荒藤翔吾全力で頑張ってまいります。皆様大変にありがとうございました。ありがとうございました。